シュンと日本語ポッドキャスト149、初心者 beginners 元気1レベル、日本のバーベキュー Japanese barbecue。 どうも皆さんこんにちは、日本語教師のシュンです。元気ですか？今日はバーベキューについて話そうと思います。どうですか？皆さんはバーベキューが好きですか？私はバーベキューが好きです。よく日本で春や夏に友達とバーベキューをしますね。皆さん、バーベキューの時、何を食べますか？日本のバーベキューは、他の国のバーベキューと少し違います。日本のバーベキューをしたことがありますか？もちろん肉を食べます。でも、日本の肉は、とても薄いです。大抵牛肉を焼きますね。あと海鮮もよく焼きます。エビや貝をよく焼きます。はい、とても美味しいです。もちろん野菜も焼きます。かぼちゃや玉ねぎやピーマンをよく焼きます。そして私たちはよく焼きそばも作ります。焼きそばを知っていますか？日本の麺の食べ物ですね。そして実は日本でおにぎりも焼きます。おにぎりは知っていますか？焼きおにぎりと言います。焼きおにぎりに醤油をつけて食べます。いやー、これが本当に美味しいんですね。どうですか？日本のバーベキューは外国のバーベキューと違いますよね。私はオーストラリアでバーベキューをしたときは、ハンバーガーを作って食べました。日本では全然しないですよね。アメリカでバーベキューをしたときも、ハンバーガーを作ったり、ホットドッグを作ったりしました。ブラジルでバーベキューをしたときは、とても大きい肉を焼きました。たくさん時間がかかりましたね。お肉ができるまでビールを飲んだり、お菓子を食べたり、友達と話したりします。バーベキューも世界でいろいろな文化がありますよね。とても面白いと思います。はい。今日はたくさん食べ物の単語を勉強しましょう。Words and phrases used in this episode. 薄い thin. 牛肉 beef. 焼く to grill. 海鮮 seafood. エビ shrimp. 貝 shellfish.かぼちゃ、パンプキン。玉ねぎ、オニオンズ。ピーマン、グリーンペッパーズ。麺、ヌードル。焼きおにぎり、グリルドライスボールズ。はい、今日は日本のバーベキューについて話しました。どうでしたか？
皆さんはよくバーベキューをしますか？どんな食べ物をバーベキューで食べますか？よかったら YouTube のコメントで教えてください。 Thank you so much for listening. Be sure to hit the subscribe button for more Japanese podcasts for beginners. Transcript is now available on my Patreon page. The link is in the description. Thank you very much for your support. ではまた次のエピソードで会いましょう。じゃあね。バイバイ。